寄せの脚光は、1950年制作、公開、アルベルト・ラットワーダ及びフェデリコ・フェリーニの共同監督によるイタリアの映画である。日本語での別題は、旅の明かり、フェデリコ・フェリーニの監督デビュー作として知られる。本作は、1950年、アルベルト・ラットワーダとフェデリコ・フェリーニが、キャピトリウムの名のもとに制作、イタリアのラツヨ州ビテルボ県、カプラーニカ、及び、 同州のローマ市内でロケーション撮影を行って完成、同年12月6日にイタリア国内で公開された。翌1951年、ナストロ・ダルジェント賞で助演女優賞をジュリエッタ・マシーナが獲得する。日本では劇場公開されていないが、フェデリコ・フェリーニの監督デビュー作として寄せの脚光のタイトルで多く紹介され、後に VHS のフォーマットで、 ビデオグラム発売されている。フランス映画社が公開予定作のラインナップに旅の明かりのタイトルでアナウンスしていたこともあったが、劇場公開は実現しなかった。ありがとうございます。